ご紹介いただきました大野でございます。今日はですね、こういうタイトルでお話をさせていただきたいと思っておりますが、今ご紹介いただきましたように、都市を、建築をどう関係づけるかということが私の、主な関心でして、2000年に入りまして、建築工学部の建築学科から新しくできました、新緑創生科学研究科というところの、環境学に移りまして、その時からそれまで その建築と都市の関係をさらに、関心を研究として進めていって、建築家でありますから、それを具体的なそのビジョンを描こうということをやってました。それでその結果、2006年に発表いたしましたファイバーシティという、未来都市のイメージなんですが、1960年代の丹下先生をはじめとして多くの方々がですね、未来都市はどんな姿かということを一生懸命描いたんですが、その後、経済も好調だったこともありまして、現実の方が忙しくてですね、あまり未来のことをみんな考えなくなってたということが気になっておりまして、それで2000年から少し、勉強を始めたということです。その中で先ほど五十嵐先生からお話が あったようなことを、その時気づきまして、例えば人口問題もですね、当時はまだ年金問題だったんですね。大学のことを議論する方は年寄りですから、自分の年金がどうなのかって まず最初に心配なんですね。でただ長期的に見ると、年金がどうなるかということ以上にですね、かなり長期的にずっと減り続けるという状況が起こるということですね。これは相当大きなインパクトが都市に起こるわけです。でそれはかなり前から当然予測されているわけですけれども、その先ほどご紹介にあったマスターレポートの、ポイントは、あなたのところが減るんですよと言ったところなんですね。全体で減るとですね、なんかよそが減ってうちは減らないんじゃないかと。でどこの町もですね、それぞれ計画作ってるんですが、みんなその頃は自分の町を増えるって言ったんですね。ですから日本全国の人口予測全部合計するとですね、まだまだ増え続けることだったんです。全体下がるというかかわらず、そういうことで、ここで大事なことは、私は1949年生まれですから、団塊世代の最後なんですが、でそれで定年退職したところは62万6歳ですね。で、統計上の高齢者になったんです。でその世代があって、それから団塊ジュニアがまた高齢者になるので、しばらく高齢者が、実数としてほぼ、大きいボリュームでこう減らない、人口が減るのに、老人が減らないという状態が続くんですね。ですから高齢化率はどん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 上がってきてしまうということであります。それからもう一つはですね、単身世帯が非常に多いというふうに増えつつあるということですね。私これは寂しい社会で言ってるんですが、人口が減るだけじゃなくてですね、一人でみんないるんですね。で、一人でいるのは先進国共通なんですが、西欧諸国は事実婚が多いので、実質的には、子供も生まれるし、その生まれなくても2人で住んでるというのは結構多いんですけども、日本人は実質的に一人住まいが多いんですね。これは収入格差の問題もあるんですが、2030年に男性の3分の1、女性の4分の1が障害独身だろうという統計もこれ NHK でやってましたけども、そんなこと言ってました。ですから、よく核家族がどんどんと言いますけれども、核家族というのはここのゾーンですけれども、その世帯形態別に言うと単身者が4割近くになって一番マジョリティなんですね。そのことと関係があるかどうかわからないんですが、日本は自殺率が非常に高い国なんですね。韓国がこの辺で一番高くて、大半は旧ロシア圏が寒い国か貧しい国となってるんですが、日本はどれにも高まらないのに高い。それから震災の問題ですね。災害が非常に多い。世界でもまれに見るくらいにあらゆる天災が日本で起こるという、これもなかなか逃れられない。日本のいいところは、
の、依存ということも、急激に進んでまして、首都圏でも、1970年以降に公害した地域、それから地方都市はほとんど、自動車依存になってまして、フードデザートというのはイギリスの用語ですが、日本では買い物難民と言いますけれども、食べ物、食材、まあ、最近食材と言いますが、食材を買ったり、食べ物屋な徒歩圏外地ですね、それを食砂漠と言いますけど、これ長岡市の例ですが、青いところは、その500メーター以内にそういうなんか店があると、赤いところはそれがないということで、ひとたび、自動車を手放すとですね、まあ、宅配便に頼るしかないと、あるいは隣の親戚の人に頼むしかないという、そういう状態になってしまうんですね。それが日本全国の、それからもう一つですね、非常に建設経済依存が高いんですね。GDP 比でも日本は先進諸国の中でもダントツに高い、2倍ぐらいなんですね。さらに建設経済に依存が大きいだけで、さらに新築依存が非常に高いんですね。その日本ではですね、8割ぐらいが新築であると、他の国は半分ぐらいしかということで、その、まあ、特に日本の場合はですね、その、高度経済、経済成長が終わった70年ぐらいから、その蓄財した富をですね、社会インフラに集中的に投資をしましたので、まあ、これは下水管ですけれども、一斉にその時に下水道が敷かれたんですね。でこういうものが全部寿命ありますから、これがやがてですね、5、60年でこう更新期に入るんですね。それが2030年ぐらいに今やってくるということで、人口は減るわ、都市施設は古びるわ、それから、まあ、先ほども井原先生おっしゃったように、驚異的な、国債依存と、いうことで、これは借金で、国民から借金するですね、自分は国債を買ってないという方もたくさんいらっしゃると思いますが、入ってる年金の組合が買ってますから、この、年金国債が破産すると年金が払われないということなんですね。ギリシャはドイツから借りたから、まあ、国債問題になりますけれども、日本の場合は国内問題でそういう危機も訪れるということで、まあ、ですけれどもですね、その日本の経済成長が、まあ、今 1% ぐらいでフラフラしているんですが、水野和夫さんって経済学者がいらっしゃいまして、まあまあ、ベストセラーになってますけれども、先進諸国がまあずっとどこもここもですね、1、2% 経済成長しかできない。もう資本主義がそもそも制度疲労を起こして、限界なんじゃないかというのが、まあ、水野さんですね。日本は1997年から 2% を超えてない。だから日本株式会社はもう配当出せない会社になると。という、まあ、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃいますし、まあ、実際はどうもそうなりつつあると。で先進諸国は、そうなると、バブルを起こすしかない。ということで、まあ、博打ですかね、バブルと、破綻の繰り返しを、まあ、そこら中でやったと、いうことで、まあ、それからさらに環境問題という大きな問題がありまして、これは一つは鉱物資源の限界ですね、それから排出資源の限界、それから、まあ、経済成長は基本的には低いところと高いところが世界の中に地域に群がって、低いところが高いところを守ってくるということですね。日本でも、その高度成長があった頃は、集団就職というのがありましたけれども、それは要するに日本の中に貧しい地域があったんですね。日本の中に貧しい地域がなくなると、アジアが貧しい地域でそこで稼ぐと。でアジアはだんだん豊かになりましたから、今、ミャンマーだとか南の方にいるわけですね、インドだとか。ここもやはり豊かになると最後アフリカに行くんですけれども、アフリカの先何もありませんから、やがて地球のこう経済成長というのも展開、つまり、自然から持ってくるか、多民族から持ってくるか、あとは未来から持ってくるというのが、まあ、さっきの国債の借金問題ですね。でそういう、まあ、限界が先進諸国に満ち溢れている。でさらにもう一つは経済学というのは人間の欲望は無限にあるんだという大前提で立っていますが、どうも先進諸国を見ていると、そうでもないと。例えば太りすぎて、
アスレチックに行くなんていうのはもう欲望が無限に拡大したいんだということの一つだと思うんですけれども、まあ、そういうふうにこういろんなものが限界に入ってきて、先ほどコロニー・ガラ先生がおっしゃってましたように成長をもとに組み立てた、論理というのは成立しなくなってきているということですね。これはもう、政治的な信条が左とか右という問題ではなくて世界の原理がですね、数百万年前に人類が成長してずっともう右肩上がりに来ているわけですね。基本的には特に20世紀はそのようなんですね。エネルギーの消費も、平均寿命もそれから情報の伝達の速度も全てが右肩上がりに来たんですが、さすがにやっぱり限界が、例えば、寿命もですね永遠にこう伸び続けることがやっぱりできないんですね。人間の生物体としての寿命があるで、そこら辺り止まるんです。125歳ぐらいらしいんですけれども、そうなってくるとで、まあ、それを私たち縮小の時代だというふうに言ってるんですが、まあ、最終的にはまあ定常状態になるのが望ましいと思うんですが、この、爆心している子は感染がついてますので一度縮小しないと、その定常状態に達しないということで、これをお手元にお配りしてますが、まあ、ここに書かれてあるようなことが大事ですよということを、考えているわけであります。時間がすぐなくなっちゃいますので今10分過ぎますよね。まあ、簡単に申し上げますと自然民族未来からの集団に依存するという、まあ、経済が成り立たなくなると、これから、目指すは定常状態にある社会であると。それから自然と人工物を等価に位置づけて人間の居住地を大きな環境システムの一部と考えなければいけないと。それから都市と農林漁業地域の健全な相互依存関係を確立しなければいけない。それから自然と社会の多様性を尊重しなければいけない。それから過去の物的環境をできる限り形式として回収して使い続けなければいけない。人間の居住率のあり方すべてを市場原理だけに任せてはいけない。大都市はグローバルな文脈での魅力的なものを提供し、中小都市は地域で循環する経済に仕立てなければならない。まあ、こんなことを8、それから誰もが自分の住む場所の向かうべき方向が感じられその決定に参加できなければいけない。全ての人が好きな時に好きなところに移動できる機会が得られなければならない。縮小の時代の都市空間の再組織化は政府、市場、住民の3者の共同作業による。まあ、こんなことが、なっていくと、まあ、大体多くの方も、まあ、大体そんなもんだねというふうにおっしゃると思うんですが、なかなかこれが、まあ、難しいということだと思います。若干解説いたしますと、10番はなぜこういうことを申し上げるかというと、20世紀1970年までは公共政策が都市を形成してきたんですね。まあ、住宅公団なんかも含めてなんですが、でそれは高度経済成長で、税収もありましたし、生産復興という形で、その政府の役割が非常に強かった。これは世界的に皆のどこでもそうでした。で、80年代からそれが主に、徐々に民間の手に渡ってきますね。これは、まあ、大きく言うと新自由資金政策ともなるわけですが、まあ、それはあるところ一理が、膨張しすぎた政府の官僚主義というのはおおむね、無駄遣いを始めます。私は師匠が牧文子先生なんですが、今度の国立競技場問題も、まあ、あれも典型的な官僚の無駄遣いですよね。で官僚の無駄遣いは今までは経済成長に結びつくっていう、正当化がありましたので、まあなんとなく、隠されてたんですし、まあ、貧しい時代は、まあ、無駄遣いではなかったんですね。やっぱり、道路が舗装されれば良くなりますし、物が田舎にも届くようになったと。ところがもうすでにほとんど行き渡ってしまってですね、首都圏にも、横浜にも、浦和にもいろんなところにも競技場がたくさんある、調布にもある、なのにまた作らなければいけないと。いよいよこう無駄遣いになった時に、官僚はなかなかストップできない、まあ、そういう意味で新自由新国市場権利というのもそれなりに一理があったですが、もうこれから人口減りますから地価は絶対下がるんですね。もう間違いなく下がるわけですから、そうすると不動産業そのものがそれほどうまみのある商売ではなくなりますので、例えば三井不動産も縮小するかもしれない。三井の総資本の
三井という財団の中で、まあ、不動産業がもちろん出資をしてもいいんじゃないかなと、そのどうせ儲けが出ないんだからということになりますと、政府も、民間もそれほどこう街づくりを一生懸命 やろうと思ってもやれないし、やらなくなる。そうなると、片方で人口はどんどん減りますから、これはまた後ほど申し上げますけれども、住宅地では空き家が出てくる、空き地が出てくる、いろんな問題が出てくるんですね。でそういう時に、誰がやるかというその、住宅地の経営、それを、やるのはやっぱり住民が出てこなければいけないと。ただ住民だけができませんので、この3社の共同参画というふうに言っております。これ3組織化って言ってるのはわざわざ、これまあ普通に言うと都市計画ということなんですが、20世紀はですね、人口も増えましたし、戦争もあって壊したり作るっていうことをやってましたので、都市は大体新しく作るもんだとみんな考えてたんです。世界中の専門家も行政官も、ですけどそれはやっぱり異常な状態で、都市は本来、まあ、生き物みたいなものですから、それを組み替えることが妥当であって、新しく作ると考えるのは間違いであると、まあ、いうことからこんな言葉を使っています。ちょっとですね、それでですね、ちょっと順番があるんですが、先ほどその、今あるものを大事に使わなければいけないというお話をしたんですが、これはなかなかですね、まあ、大体今環境の本でも行政、国の政策も、大事に使うというふうに書いてあるんです。でところがですね、なかなか実践ができないんです。でこれから政府がですね、2005年に京都迎賓館という建物を京都御所の中に作ったんですね。これはサミットとかなんかをするための会場用の建物です。で、まあ、こんな建物、これは日本建築学会賞も受賞している建物なんですが、まあ、どうか阿波温泉かなんかの旅館みたいに出ると思うんですが、私は正解は二条城でサミットなんでやらないんだろうというふうに思うんですが、日本の官僚も文化っていうのは誰も言わないんです。だけれども世界ではこっちが常識で、最初のサミットはランブイエ城というやっぱり古いお城でやってるんです。で二条城であればお堀も巡ってますから、セキュリティも万全なわけですよね。で、まあ、これは日本人のですね、その伝統に対する非常に屈折した考え方も反映していると思うんです。なんか日本の伝統は外人には分かんないんじゃないかなとかですね、なんかこういうことしたら失礼じゃないかなとかって言って、なんか淡路温泉となっちゃうんですけれども、これをもし二条城でサミットをすることが普通にみんな考えつけば、本当にその古いものを、利用するという文化が日本に生まれるということだと思うんですね。ですから、まあ、唱えることはみんなすぐちょっと視察もしてきてですね、海外視察もしてきて、あ、やっぱり日本も古いものを大事にしないと景観も破壊されるしということになるんですが、いざサミットどこでやるというと会場なんかで作ろうということになっちゃうんですね。でそこにはやっぱり公共投資が経済を扶養するっていう、さっきの官僚の無駄遣い癖も反映してますし、この文化的な態度として、なんか日本の文化って何かなんなく西洋文化が劣ってるんじゃないかという、明治維新大の欧化主義も、影響してるでしょうし、そういうある種の文化革命を、意識革命をしなければいけないということになるわけです。それで先ほど萩原さんからコンパクトシティの話がございましたが、昨今この未来の都市のことを考えるときに、コンパクトシティということは非常に重要な、まあ、概念なんですね。で今までですね、というか、まあ、さっきも言いました、人口が減少していて、今後都市が需要が減っていくにもかかわらず、地方都市ではいまだに、市街化区域が増えてたりするんですね。でそれはもう確実に将来、無用な、インフラを抱え込むことに決まってるわけです。なかなかその、方向転換できない。だからコンパクトシティっていう概念そのものが浸透することはある意味で意思革命で、いいことだろうというふうに思うわけです。しかしコンパクトシティというのは、まあ皆さんご承知だと思いますが、まあ、簡単に申し上げますと、まあ自動車でですね、使
まあ、例えば、水道配管するにしても、密度が低いから長い距離でと、でそれが密集して住んでれば、少なくて済むでしょうと、ということは、町の経営コストが減りますねと、あるいは、みんな自動車を利用するから、CO2 がたくさん出ますねと、そうするとコンパクトすると、環境にもいいですねというのが、まあ、コンパクトです。でこれはあの欧米で起こった、考え方なんですが、しかしこの実際にですね、コンパクトシティを作るのはなかなか簡単ではないんですね。なぜかというと、その理論通りやろうとすると、コンパクトにするべき場所を決めて、そこは、今後とも市街地ですよと。で、その外の今、郊外住宅地のバイパス沿いのようなところは、今後は、まあ、森と畑になりますよということをどうか決めないとできないですよね。でそうするとそこを買ったですね、その最近建てた人たちは俺の土地どうなるんだってことでもう一斉に反対しますよね。で今はあのなんかあの 駐車場を作るぐらいしか、日本内寂れたあの中心商店が妙にその地下が上がってですね濡れ手に泡っていうことになるわけですよね。そういうその社それにしても社会的不正義ですねということが、そんなに簡単にコンパクトシティという概念がいいからといって成り立つんでしょうかというのが、まあ、根本的な疑問なわけです。で、現在の政府が、国土交通省が言っているこの都市再生特別措置法に基づく知的成果計画制度というのが新しい名前なんですが、これは公共施設を中心市街地に持ってくることで、人をおびき寄せようという政策なんですね。コンパクトシティを作ろうと。でこれがまた要するにさっきのこうあの官僚が無駄遣いする下地措置を作るわけですね。でこれは結構罪作りだと思うのは、例えば病院なんて書いてあるんですが、病院地方都市のみんな昔あの中心市街地にあったものが、駐車場が取れないと住民サービスができないからとか高度医療に対応できないからとかみんな後悔でできるんですね。どこでもこの大体2000年代に出てきますから、どこの町行っても結構真新しい立派な病院が郊外にあるはずなんです。で、まあ、あの、薬局なんかもくっついていると。で、その周りには、若い世代が住宅住んでると。で、都心には、老人しか住んでないわけですね。で、その病院また持ってくるっていうわけですが、その新しい病院また壊すわけですよね。で、そこにいたその、若い世帯は病院、あったと思ったら、その、引き上げられちゃって、なんていうんですかね、兵糧攻めですよね。それで、老人しかいないところに持ってきたら、そのうち老人死んじゃいますから、患者もいなくて、患者結局、郊外がまた都心に通わなきゃいけないっていう変なことになるわけですよね。で、国土交通省のこの中には、その、郊外を引き上げる政策は書いてないんです、基本的には。で、やっぱり言えないんですね。地方自治体がそんなことできませんと。そんな今あの普通のですね、市街化調整区と市街化区域の線すらあんまりまとも守ってないのに、そんな逆都市化と言いますけれども、今立ってるものを引き上げなさいなんていうあの線引きが到底できるわけがないことを、言っているので、これはどうも、不動産業界の陰謀じゃないかなと私は密かに。なぜかというと、今はあの東京でもですね、都心に、都心ルネッサンスだとか言ってですね、まあ、タワーマンションがどんどん建ってますが、これもそのうち満杯になるんですね。そうすると、そのうちに多分30年後ぐらいに、郊外ルネッサンスというのが、不動産業界と学者の一部の方々が多分おっしゃるだろうと思うんです。つまり、まあ、人をこういつも移動させてればですね、まあ不動産業の仕事をたくさん作れますから、まあ、これはうなっぱい、単なる見方かもしれないんですが、今までの日本の、特に戦後はですね、スタート時点で、現実的に何もなかったところからスタートしてますから、ある程度致し方がないところがあるわけですが、それでも、やはり、この作っては壊し、作っては壊しということで、ストックがためられなかったときに、次になるか何をするかというと、やはり、先ほど申し上げたような、今あるものを回収したらずっていう、そうしないといつまでたってもですね、現状を否定してそこからこうなんか理想を作るっていうパターンはすぐ破綻するんです。で、20世紀を振り返れば分かりますが、世界史を見てもですね、一つの理念なんですね、半世紀持たないんですよ。20世紀以降、
確かに中世は、仏教も宗教もキリスト教も何世紀も続きましたけれども、20世紀になってからですね、一つの考え方が、世界の多くの人たちがこう信じる時代が1世紀以上続くのは到底考えられないということは、その新しい考え方が飛びついてそのために都市を作り変えているとですね、ものすごい、損失を、被っていく。確かに GDP は上がっていくわけですね。20年ごとに、ね、建物を作り変えている国の GDP は40年ごとに作り変えている国の建設 GDP に比較すると2倍あるわけですね。だから2倍じゃいかがかというと、なんかしょっちゅうこう建て替わってもなんか落ち着かない街しか持ってないわけですから、必ずしもそれは幸せにならない。でさらにそのコンパクシティと言ってますが、日本の住宅はいまだに狭い、郊外といってもですね、大して広くなくて、窓先の窓を開けると隣の家が見えるわけですね。それは1920年代の東京に、東京と関西で郊外が起こりましたが、当時の、平均的な、敷地面積が大体200坪ぐらいありました。200坪あるとですね、家庭菜園もできますし、それから庭で物干しがあるんですね。昔あの物干しは郊外では庭で干すんだというのは相場だったんですけれども、今はあの2階のバルコニーで干すのが普通になってますね。ですからもう今都心だろうが郊外だろうが実はそんなに変わらないです。そのくらいに、まあ、あんまり日本は大したことをやってないのに、なぜか、コンパクトにして都心に住むと、さも文化的な生活ができるようなことを言ってますけれども、そうではなくて、今やるべきことは、もう少し、そのあるものを大事にしていくことではないかということなわけです。まあ、そんなことで、ここで考えるのは、縮小工期とするあるものを利用する緊縮財政下の都市空間の介入、最小の介入で最大の効果を図る、交通は最重要課題である、の6番公共市場市民による協定、これが、まあ、21世紀の都市を作るときの、大事なポイントだろうと思うんです。特に日本を考えるとき、さっきも言いましたように、欧米先進国ではすでにていうかその今あるものということに関しても一歩先進んでいるわけですから、まあ、こういうことを強調しなければいけない。それで、2つのことをお話ししよう。簡単に、もうあんまり時間ございませんのでしたいと思うんです。一つが、交通だろうと思うんです。で、交通が、多分これから、都市の存亡において、もちろん雇用が一番大事ですが、雇用がなければ何もできませんから。ただ、雇用ができる、あるだけではダメで、地方都市が一番の弱点は、公共交通が非常に弱いということですね。かつてはですね、主だった、県庁所在地の町には大抵市電がありましたし、バス網も、かなり充実しました。1970年代までは。でそれが、自家用車が、増えるにした応じて、どんどん減っていきました。で、まあ、先ほどの、国土交通省も、公共交通が大事だということで富山を、モデルにしていってるんですが、現実に今行われているのはですね、例えば LRT がいいなっていう富山の例を持っていってるんですけれども、 LRT を引くとそんなに賢い方法ではないですね。需要が不安定な時にですね、別の道を引くのはあんまり、賢くないと。それから、根本的に、交通形態を変えるためには相当のシェアを取る覚悟でいかなければいけない。でなぜ必要かというと高齢化するからなんですね。で高齢化したときにやはりそのさっき言ったようなフードデザートの中で暮らすときに、自家用車しか与えるものがなくて、年を取って運転がおぼつかなくなる、あるいは年金で自動車をこう保有するのが難しくなってきたときに、公共交通が何もないとなると地方都市では年が取れないなというふうに、地方都市の人たちは思い始める。でそうすると若者たちはやはりやっぱり都市では大都市行かないと自分を泳ぎてると到底こんなところで年取ったら困るなというふうに考える。で、まあ、これはですね、長岡市をケーススタディとして、バスの交通網を提案したものです。黄色いところは BRT というシステムで、赤いところはオンデマンド交通で、するという こんなアイデアです。でバスは
幅 1.6 メーターも狭くすることで専用車線を中央取る BRT を実施すると、それを電気バスでやることによって、まあ、いろいろ連接ができるとかですね、いろんなことを、まあ、するというようなことであります。それでさっきの、まあ、コンパクシティのもう一つの問題は、さっきも申し上げましたように、人口の高齢化は2030年ぐらいから、危機的な状況、危機的な状況というのはですね、正確に言うと、まあ、自分もその高齢者だから言うわけじゃないんですけれども、もともと高齢社会そのものは、いいことだと思うんです。不老長寿というのはどの国どの人々にとっても、夢だったはずなんです。ただ社会がその理想状態に適合してない状態のまま、その理想状態を迎えるということが非常に危機的な状況だということですね。ですからその理想をその維持するためには理想のコストを払わなければいけない、そのコストの払い方を考えなければいけないということです。でこれはですね、東京の防災性を高めるための一つの考え方なんですが、東京の貫禄から貫禄の間の、一時はモクチンベルトという名前で呼ばれてましたけれども、地震が起こると一番火災が起こりやすい地区ですね、道が狭くて、建蔽率が高くて、そこにまあ小さな建物がこう密集している。でこれは今までの都市計画の方法での解決は、宅地の共同化、それから建物の不燃化、それから、都市計画道路によって防災対応するということなんですが、どれも進まないですね。東京で都市計画道路100メーター作るのに大体10年ぐらいかかりますから、100年もあったってなかなか何にもできない。何にもできない理想は何もないと同じ状態なわけですよね。それからその宅地を共同化してっていうのもですね、不動産のこう所有のその理念としてはどうか別としてもですね、皆さんやっぱり土地を持ってますから、そんな土地の人と一緒になってその中いい建物建てるなんて面倒くさくてやってられないということはできない。だけれども空き地はいっぱいあるわけです。でその空き地をつないでいくと防災防火帯ができるんです。でそうするとですね、何もない時よりこの緑地帯を作るとですね、最低幅4メートルを作るだけで、これだけの延焼防止効果があるんです。火災は起こるけれども広がらせないということですね。で都市計画道路はあらかじめ線を引いて作るという計画主義ですから、線を引いた途端にみんな、その地代倍保証金を取るためにごねますから、ごたがたができないです。これは空いてるところをつないでいくだけですから、ずっと作りやすい。だけども全部それはつながりませんので、そうするとある程度のコントロールが必要になると。でそれを、その町の単位で町づくり会社とかそういうものを使いながら住民たちの手でこれを作っていくということを、やればこれができる。でこれ大体 8% の宅地が緑地化されるんです。 8% の宅地が、ここの地価が 8% 上がれば 8% の宅地分は、バランスするわけですね。ですからこの地区で例えばそういうその例えば土地をですね、証券化して共有する。それでその町づくり会社が運営してその、配当金を配るというシステムを作れば、その 8% の値上がりがその個々の地権者に行くのではなくて、あるいは先に宅地を売っちゃったからその値上がり本件に預かれないのではなくて、仮にこの土地から引っ越しをした人もその証券を通じて、ここの場所が良くなった、利益を打てることができる。でというシステムで考えています。でこれは、場所がこの場所が、その緑地率が低くてですね、環境が悪いところに防火性能が良くなりますし、緑化もできるので住み心地も良くなるという、まあ、いろんなこうあの効果が、期待できるわけです。こういうことからですね、コミュニティの管理を居住者がやったらどうだろうかというのを今考えています。でこれはですね、さっき の, そのこれから人口が、今世紀末には半減するということに
なると、それは松田さんが言おうが誰が言おうが、消滅する町が出るわけです。その消滅する町をどうマネージするかというのを、これは行政ができるだろうかという、もう大問題なわけですね。で、行政もですね、政治家もですね、なんか足し算の提案は、政策はやりやすいんです。今度学校作りますよとか、今度公園作りますよということはみんなやるんですが、これから引き算しなきゃいけないです。例えばですね、マンションで考えると分かりやすいんですが、マンションの居住者全員が高齢になってしまう、収入がなくなってしまう、で、共益費が払えなくなった。そうするとエレベーターを止めなきゃいけない、エレベーターの維持費が出なくなってしまう、そういうことが起こるわけです。これも今一番懸念されていますね、マンションで。で、その時にですね、一つの解決は、じゃあ上の方に住んで、もうガラ空きのはずですから、上の方に住んでいる人を下に移ってもらいましょうと。で、それで、エレベーターがなくても、こう、住み続けることができます。そういうことをしましょう。いうのを、マンションの管理組合が率先してするということが考えられますよね。で、マンションと戸建て住宅地を比較すると、実は、ある種の不公平があるんです。マンションは、住戸の前の廊下っていう、ありますよね。廊下の共用棟がついてますね。で、これ、実はマンションの共有財産だって言って、共益費で維持されてるんですね。戸建て住宅地にいると、それみんな市がやってくれるんですね。で、マンションにいると、電源、受電設備のキュービクルも自分たちで、分譲価格に含まれてるんです。だけど、戸建て住宅地にいると、中小平屋付きは東電が作ってくれるんです。で、みんなで、電気代を払うんです。だったら、戸建て住宅地のマンションと同じように、居住者管理組合を作って、自分たちの地区の、管理を全部自分たちでやったらどうだろうか。というのはこの考え方なんです。で、当然その分、市民税を減額してもらって、自分たちで自分たちの共用施設のスペックだとか、管理の仕方を決める。ただ、自分たちの地区は別にこんな高級な舗装はいらないから、在密でいいよと。あるいは自分たちは、もっと街路樹を豊かにしたいから、それをお金出してやりましょうとか、自分たちで管理しましょうということで、こうコントロールする、ということによって、今の、ある意味での中央集権的なシステムが、市民を単純な消費者に落とし入れちゃってると思うんですね。で、自分たちはただサービスを受け取る立場だから、なるべくたくさんもらった方がいいからという構造が、だんだんこう高コスト体質になっている。例えば日本の道路の工事を見てると、穴1人掘ってると周り3人ぐらいこう誘導してるわけですね。で、世界でこんなことしたら日本だけなんですが、それみんな道路の維持費として計上されているわけです。で、誰かが穴を掘ったらどうするんだということを言うと、行政ははい分かりましたって対応するわけですね。で、みんな自分のお金じゃないので気楽にそういうことを今やってるんですが、今のこれから社会が、この自分たちが使っている空間の量に対して、それを支えている人間がの量が減っていったときに、見直さなきゃいけなくなったときに、それはむしろ、住民の人たちが自分たちでやれるような仕組みを作った方が健全に、かつ、全体としてはですね、合理的な解決が得られるのではないかというふうに考えているのが、これの CMA という仕組みになります。それはちょっと詳細はですね、それもお手元にお配りしたものの中に書いてありますので、また読んでいただきたいと思いますが、ただこの議論の前提にですね、実は日本でその今人口が減ると、都市が経営がうまくいきません。これ国土交通省もいろいろ言ってるんです。だけどこれに対しても本当かどうかっていう話も片方で考えていかなきゃいけないと思います。で、それは要するに全体の公共空間、公共設備、公共政策を実施するときの予算配分の問題でもあるわけですから、日本よりもっともっと低密度で、もっといい生活をしている、例えばスカンディナビアの国々、たくさんの税金払ってますけれども、たくさんのリターンもあると。
でいう国とのいろんなこうあの、公的財あの支出の、バランス、その中で本当に住宅地はどういう姿がいいんだろうかということを、考えていかないと、ただ人口が減るからこのあのみんなあのよ集まってきてみましょうというようなことだけではですね、単純な、公共投資や、不動産産業に対する、ビジネスチャンスを作るだけの、政策になってしまうという意味でも、住民が自分たちの、住空間を、自分たちで、管理していく、という部分をもう少し増やしていかないとですね、今のような単なるサービス事業者の立場だけでは、なかなかいい、解決が得られないということを考えております。ただまだこの考え方はですね、生煮えなところもいっぱいありますので、また後ほどあの他の先生方からも、ご意見を、またあるいは会場の方からもいろいろご指摘を受けて、さらに、ブラッシュアップしたいなというふうに考えております。どうもありがとうございました。